はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。今回もそのコービー選手第2弾ということで、はい、まあ何本立てになるかわからないんですけれども、ちょっとコービーを忘れるなっていうことで、はい、出していこうと思います。いやもうこれマジで本当ショックですよね。はい、もう意味わかんないです。まあ別に毎日毎日コービー選手のこと考えてたわけじゃないですけど、やっぱりバスケでこうなんかいいプレイヤーいないかなとか、こうなんかいろいろ考えてたら、やっぱりコービー選手のことは一瞬頭よぎりますもんね。はい、いまだに、あれもうだいぶ前に辞めた選手ですけど、やっぱりいまだによぎりますよ。はい、ですのでやっぱりね、コービー選手にしっかりとまあ恩返しをするっていう言い方になったら、まあどうなのかなと思うんですけど、はい、まあちょっとね、彼のプレーからしっかり学べるものは改めて学んでいこうということで、はい、今回いい機会ですので、皆さんの心と、体にしっかりとコービー選手を植え付けていけたらと思います。はい、で次は、コービー選手の、ジャンプシュートですね。はい、でコービー選手のジャンプシュートなんですけれども、とにかくめっちゃんこ綺麗ですよね、シュートフォームは。はい、だからシュートフォームの綺麗っていうの、綺麗さっていうのは、あのどれだけの下準備ができて、しっかりとその場でジャンプしてシュートっていう形が取れるかどうか、まあ、あとは彼の手足の長さっていうのも、 あと顔がこうめっちゃちっちゃいですよね。多分10頭身ぐらいあるんじゃないかなと思うぐらい、はい、だからまあそこまで全部含めてやっぱり綺麗さに入るんですね。あの僕みたいな7対3で足が短い人が、あの同じシュートフォームで打っても、まあ、多分同じようには見えないと思います。はい、だからまあ自分の一番綺麗なシュートフォームで打ってくれればいいんですけれども、はい、今回は、そのコービー選手なんですけど、まあ、僕のイメージなんですけど、結構右ドライブからのジャンプシュートが多いなという意識がありました。で多分それも相手選手にバレてるんですよ。でも相手選手にバレてる中で、じゃあどうやって彼はそのよりいいシュートを打ててたのかなと思うと、困った時に彼がやってたプレーなんですけれども、はい、まあ、あのこの辺りでこう1対1するぞっていう感じになりますよね。でこうワンドリブルして、ここで1回止まるんですね。で止まって困るんだけど、この後もう1回同じ方向にドライブ行ってジャンプシュートっていうようなシチュエーションが、まあ、ちょっとありました。ブザービートとかでちょ見てると、はい、あこれ面白いなと思ったんですけど、多分相手選手も分かってるんですよ。いちいち左の方に切り返してこないっていうのはなんとなく分かってるんですね。大事なシュートは多分右ドリブルシュートなんですよ。だからターンとかでも結構こっちに回るパターン多いですよね、はい、ハイライトとか見てると、はい、かなり多いと思います。はい、だからあの多分右の方が得意なんですよ。でもそれでもなぜ打てるのかっていうところをちょっとだけ解説していこうと思います。はい、まずはフルスピードで一発目ドライブしますよね。でドライブした後にこっからがポイントなんですよ、彼の面白いところ。ここで一回ボールを引いて、で止まる系の動きじゃなくて引いて、でこっから頭と腹筋を一緒に使ってグッと、さらにグッとここで力を入れて、さらにスピードをアップさせるんですね。だからもうアイデアとしてはすごい簡単で、要はそのワンドリブルをして少しだけ相手からずれましたと、ディフェンスからずれたと、そこで本気でいくっていう。もちろん一発目もまあまあ本気なんですけど、止まってすぐもう一発いくと。でその時に2回目や、フルパワーのジャンプシュートをするっていうことで、方向とかが大体分かってても多分予想よりも早く来るんですよ。でしかもドリブルの1歩目じゃないから2歩目なので余計ですよね、余計進まれるって。だからこっからいきなりワンドリブルジャンプシュートやるってなると、結構その進む距離に関しては限界があるんですよ。だけど彼の身体能力でさらにワンドリブル1回ついた後にこっから入らんのかい。いやコービーごめん。よし、さらにこっからね、ちょっともう一回やります、悔しいんで、はい、こっからワンドリブルして止まって、そっからさらに、いや入り方が汚い、すいませんとね、ここでのスピードアップしてからのもうあと一歩っていう、ここのアイデアが、まあ、非常にいいなと思いましたので、はい、ぜひ皆さんも使っていただけたらと思います。ワンドリブルして、で横にずれたところに、でそこからもうワンドリブル。ただしその最初のワンドリブルもまあまあ本気です、はい、まあまあ本気でいって、ずらしたところをもう一発ずらすってね、バンバン。まあまあ本気なんですよ。でずらしたところをもう一発ずらす、今度は決めますよ。しゃ、ね、
よっしゃ、よっしゃ、イエス。いや、きつい。はい、ということで、この1対1とか、もしくは最後の絶対にこいつ1対1してくるじゃんっていうような分かりきったシチュエーションで分かってても止められないっていうのは、その多分相手の予想を上回った時なんですよ。で、相手の予想を上回るいいプレーだなと思ったので、はい、今回紹介させていただきました。はい、ということで、この動画は皆さんの参考になればと思います。あ、すいません、はあはあ言いながら。はい、ということで皆さんの参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。